ドラマ CD 湯野一華原作夜明けの歌3。こんなもんか。前髪は顎のとこで揃えといた。ありがとうございます。ハサミとその瓶、こないだの祭りで買った。綺麗だろ。香水でも入れるのかと。違う、お前のヘアオイルだ。サラサラ、いい匂いだ。祭りで欲しがってたもの、全部俺グッズかい、ラブ。おい、ひっつくな、まだ終わってね。よせよ、待てもできねえのか、この犬は。あっち向けって。くぅ。明日の夜は、なんか用事ないのか。友達と飲みに行ったりしてもいいんだぞ。え？嘘？明日って新月ですよ。月に一度の特別な夜ですよ。俺と一緒にいなくていいんすか？俺のことを一晩中よしよしなでなでしなくていいんですか？何ですか？お前必死か。一応ちょっと聞いただけじゃねえか、バカ。え、一晩中よしよしなでなでってどんだけだよ。いいぞ、待ってる。いつも通り。今日は新月、告白の夜から一月、長い夜をエルバ様と二人か。こんばんは、エルバ様。真っ暗。エルバ様、どこ？ねえ、いるんですよね。ほれ、ここだ。エルバ様。待ってろ、今明かりを。ねえ、エルバ様は俺のことどのくらい見えてるんですか？ここが耳、鼻、口。こら、噛むな。今のは人差し指でしょ。ここが肩で、唇はここら辺かな。鼻だった。一旦離れろ、火つけらんねえだろ。一ヶ月前のあん時は火に飛び込むウサギの気持ちだった。俺を受け入れて。今夜もしアルトがあんな風に触ってきたら、俺はちゃんと答えてやれるんだろうか。エレバ様、こっち来て。エルバ様の優しさってどこから来るんですか？優しさ？カンナギ様を大切に扱わない村人にどうして優しくできるんですか？この力を授かった時に、こんな自分にもできることがあるのかと感動したんだ。どういう扱いを受けるかは関係ない。ここら辺でいいですよ。小屋戻って休んでください。じゃあ行ってきまーす。キスもいいけどよ、俺はギューってされる方が好きなんだ。はい。俺は十分なんだ、お前が優しいから。ただいま。びっくりした。
知らない奴が入ってきたかと。なんだその改まった格好。服を作れって言われて。でも俺シャツにタイとか着たことないから、慣れろって練習に着せられて。こういう服首が詰まってしんどくないですか？別に気にならない。あーもうやだ、タイトっていいかな。あれこれどうなってんだ。無理に引っ張るな、見せてみろ。ああピンがついてんだな。これを取って。この格好も悪くないぞ、新鮮でいい。じゃあもう少し着てようかな。単純。あざまた薄くなったかな。え、なんだよその顔は。だってエルバ様からキスしてもらえたの初めて。そうかもな。え、嘘だろ。おい泣くなよ。だって嬉しい。恋は人を変えるよ。本当に同じ気持ちあると。泣いちゃった、かっこ悪い。アルト。エルバ様の指先、子供をあやしたり家族がじゃれるそれとは違う知らない触れ方。愛してるのなら誰だって望むことだよ。まさかエルバ様がそんなこと。エルバ様。エルバ様も俺と同じ気持ち。まさか。何読んでんだ。図書館でおすすめされた本です。面白いのか。どうだろう、まだ序盤で。興味を持ってらっしゃる。そういえばエルバ様が本を読んだりしてる姿は見たことがない。俺にも料理を教えてください。ある日珍しい生徒がやってきた。誰かんとこの息子かと思ったら、最近母親を亡くして村に来た子だった。あら上手じゃない。でももっと上手になりたい。美味しいものいっぱい食べさせたい人がいるんだ。まあなんてけなげなセリフ。そうして週に何度かやってくるおちびさんを私たちはすっかり好きになった。